午後から行われた紅白戦。先発に転向し開幕ローテ入りを狙う2年目大津が白組先発マウンドへ。その立ち上がり、140キロ後半のまっすぐに100キロ台のカーブと球速の差なんと40キロ。緩急をつけたピッチングで三者凡退に打ち取ります。しかし2回、主砲柳田に甘く入った変化球を捉えられると、続く井上にはタイムリーを許します。大津は2回を投げ3安打2失点。開幕ローテ入りへ課題を感じています。先発は早めに点数を取られてはいけないと思うんで、まあ、これからまたオープン戦にも入りますけど、そこにしっかりゼロを並べられるようにまた明日から練習していきたいなと思います。一方野手では白組4番に座った山川、その第2打席。左中間を深々と破るツーベースヒット。さらにランナーを置いて迎えた第3打席。詰まらされながらもセンターへ運びタイムリーヒット。2安打の活躍を見せた新たな右の大砲。超満員のファンの目の前でその実力を遺憾なく発揮しました。自分のプレーを精一杯やることがお客さんに見せたいとか、見てほしいっていうのはもちろんあるので、多くの人に見てもらえるのは嬉しいです。そして昨日の紅白戦、赤組先発は開幕ローテ入りを狙う東浜。持ち味のシンカーで打たせて取れば、さらに150キロに迫るストレート。紅白戦初登板で許したヒットはわずか1本。去年6勝に終わったかつての最多勝右腕が貫禄を見せつけました。同じく開幕ローテ入りを狙う大関、主砲柳田をわずか1球で仕留めると、牧原大成に対しては大きく曲がるスライダーで空振り三振。しかし2イニング目に4連打を浴び、課題の残る紅白戦初登板となりました。一方野手では紅白戦初出場の近藤、第1打席に右中間を深々と破るツーベース。続く打席はライトへ弾き返し2安打、球界屈指のヒットメーカーが早速その実力を見せました。さらに育成中田もバットで猛アピール。もう一伸びでホームランという当たりを放つなど、この日2安打。新たな育成の星となれるか。支配下登録へ勝負の春は続きます。一日一日もう結果を残していくだけなんで、はい、もう必死にやってます。はい、まあ、内外や、どこでも守って、左右どっちでもどちらでもしっかり打率出塁率を残せて、もうあのチームに欠かせない選手になる、なりたいっていうのはすごいあります。そしてファンの前で強烈なインパクトを残したのはプロ5年目海野。甘い球を逃さず振り抜き、紅白戦チーム初ホームラン。日本を代表するキャッチャー甲斐が同じポジションにいる中、進化を遂げる打撃で目指すは一軍でスタメンで試合で、まあ、変わったなって思われるように今のまま継続して、やっていき
ければおのずと結果はついてくるかなと思ってます。